前から魔法魔術について語るとこをしていたが、リクエストとかでもないしそのうちやろって思ってたら、ちらほら楽しみにしてる的なことを言ってくださる方がいたので、早急に授業を行う。しかしだ、ちょっと聞いてくれ。今日は家に妹がいるの。なので少し高校になってしまう。しかし皆さんの魔法魔術に対する認識や知識量がわからないというのがあって、何こいつにわかじゃんという温度差が生じることがあるから、それだけ先に一つだ。まずはじめに魔法と魔術の違いについて。魔法とは超能力のようなもの、魔術とは自然的精神的なもの。まず魔法について。魔法使いなのっていうやつがすげえ現実的なこと言って申し訳ないんだけど、俺らの生きている世界では一般的にありえないとされている事柄だ。手から炎を出すとか。だからハリーポッターは魔法と言いますね。このように魔法だとすごくわかりやすいし説明もしやすいんですけど、魔術っていうのはね、非常に幅広くて、俺が知ってる範囲で魔術にあたるもの、手品、占い、ヨガ、アロマ、ハーブ、おまじない、ゴッドハンドの5本の指にも収まらねえ。もう上げ出す本当にいろいろある。風水とかも魔術に当たると思ってるしな。ここまでだとちょっと分かりにくい節もあると思うんで、分かりやすい例を挙げると。痛い、頭がかち割れそうだ。頭痛薬持ってるからあげるわ。1時間後、さっきお前がくれた頭痛薬効いたらしい。すっかり頭の痛みがなくなったぜ。ただのラムネだよ。まあこういうことですね。ありましたがね、こういう気の力っていうのが魔術に当たるんですよ。ただラムネ食っただけで頭痛がなったんですよ。それって気の力以外の何物でもないじゃん。だから魔術はやろうと思えば誰でもできるんですよ。違いとしてはこんな感じかなっていう。俺が魔法使いだけど紅の魔術師を名乗ってるのは、紅の魔法使いより紅の魔術師の方がかっこいいからです。魔法は、まあ、いつか使えたらいいなって思ってる。ただどういうわけか、海外のファンタジードラマロストボーイズでは明らかに魔法を使っているように見えるんだけど、字幕では魔術っていう風に表記されていたり、他の魔法系映画ドラマでもしばしば魔術と表記されていることがあるので、そこが海外と認識が違うのかどうかっていうのがよくわからないところなんですよね。あとよく黒魔術とか白魔術っていう言葉を聞くんですけど、そもそも魔術には白も黒もなくて、使い方によってはどちらにもなりうるから、黒とか白とかってそういう風な言い方は魔術界隈ではほとんどされていなくて、白魔術黒魔術って言ってる人が初心者という位置付けとして見られることが、まあ、結構ある感じかな。ネットサーフィンした結果、まあそういう風潮が見られましたね。だからまあ白黒っていう風に魔術を分別しないっていう、そういう感じですかね。結局は人それぞれだと思うんですけどね。またこれも海外の映画ドラマでは頻繁に黒魔術というワードが出てくるんで、やっぱり認識が違うのかなっていうふうに感じています。実際のところあえてそういう言葉が使われたりしてる理由はよくわからないんですけど、でこれはいろんなファンタジーを見てきてわかったんですけど、魔女は基本的に悪とされているっぽいですね。結構悪役として扱われていることが多いですね。じゃあそろそろやばいな、いい年こいて、そろそろ魔術アイテムを紹介していこう。自分はまだあんまり持っていないんだが、タリスマンから順番に紹介していきましょう。基本的にこういうアイテムは魔術堂さんで買わせていただいてます。魔術堂さんはアイテム一つ一つに細かい説明を添えてくださっているので、ものすごくありがたい。ぜひ覗いてみてください。買い物しながら勉強できるから最強ですよ。ほんと一番よく使うのはペンタグラムのタリスマンなんですけど、タリスマンっていうのがまず日本でいうお守り的存在、それぞれのタリスマンに記される記号などによって効能は変わってきますけどね。このペンタグラムは主に魔除けなどの効果があって、逆さまにすると悪魔の象徴になります。なので逆さまのペンタグラムのアイテムを身につけると悪魔崇拝の意になってしまうんですね。それをモチーフにしたブランドがキルスターっていうファッションブランドなんですが、雑貨やインテリアもちょくちょくあるので、気になる方は概要に URL 貼っとくんで、またよかったら見に行ってみてください。自分は黒が好きなのでキルスターも好きなんですけど、悪魔崇拝とかではなくて真逆の神聖なものをモチーフにしたファッションブランドとかあったらいいなっていう風に思ってるぐらいで、でもキルスターはキルスターですごい可愛いんですけど、かっこいいしね、あの黒で統一されてる感じが。次はエレメンタルタリスマン。よし、エレメンタルタリスマンの火ですね。こんな感じですね。真ん中に火の象徴である赤いルビーではないんだけど、ルビーのようなものがはめ込まれている。で3箇所に魔法記号みたいなものが書かれていて、エレメンタルっていうのは元素の意なんですけど、元素も固体元素や四大元素などがあるんですけど、このタリスマンは四大元素の方で、水、火、土、風、この4つの元素からこの世は成り立っているっていうヨーロッパら辺で支持された考えなんですけど、時代が進んで科学が
進歩して他にも元素がいろいろ見つかってきて、あまり支持されなくなっていったらしいんだけど、魔術の方では力強い感じだとは思うんです。心理学的な面でも結構支持されてるんじゃないかなっていう、なんかウィキペディアにはそんな感じのことが書いてありました。今日本当にね不安です。まだ浅いんですよね俺本当に。なんか間違ってること言ってたら指摘していただけると本当にありがたいです。同じ趣味の仲間と魔術をやるなんて本当に夢ですね。先ほどのタリスマンの話に戻るんですけど、エンパワーメントの儀式というのをすることによって効果を高めることができるらしく、魔術堂さんに乗ってました。自分はまだやったことないんですけど、アイテム揃い次第やってみたいなって思ってます。話が変わるんだけど、以前魔術に関してツイッターで検索してたら、魔術してる人同士が何やら揉めてて読んでみたんですよ。でもなんか一方的に言われてる感じで、なんかやり方が間違ってるみたいな。それを見てもうすごい怖いなって思ったんですよ。自分チキンなんでね。その時に出会ったのがバックランドのウィッチクラフトっていう本で、自分文章を読むのが本当に苦手で、まだ半分も読めていないんですけど、この本では自由に誰でもウィッカーになれるんだよっていう考えを提唱してくださっている海外の本を翻訳したものなんですけど、こちらがバックランドのウィッチクラフト。すごいね、読んでてホッとするんですよね。やっぱりこう魔術始めたいけどよくわからないっていう自分にとってはすごく、理解するのは結構時間かかったんですけど、素質の問題とかね、そういうの気になるなっていうところだったんだけど、これを読んでからはなんか安心して魔術を楽しめるような気持ちになったっていうか、本来誰かの言葉がなくとも自分でいいと信じていられる心があればそうありたいし、でもねそういつでもポジティブでいられないんで、誰かの言葉に救われるっていうことはありますよね。タロットはずっと気になっているんですけど、ぼちぼち勉強してみようかなっていう感じでね、今社交とかもあるし、あんまりねやりたいことに全精力を注げないんだが、それ言うとね言い訳みたいになってしまうんだけどね。いつか海外のオカルトショップ巡りするのとかめっちゃ夢ですね。そういやこの前インセンスをチャイハンで買って、こういう感じのね、これタクヤツね、タクヤツ名前覚えとけよってね話なんだけど、神が守ってくれてるぞっていう感じの匂いがします。語彙力ね、語彙力まだ一度も炊いてないんで今日炊いてみようと思います。インセンスっていうのも魔術の一つで、いろいろな効果があって楽しいですよね。序盤でヨガも魔術っていう風に言ったんだが、俺の母さんがヨガの先生なんですよ。何回も習いに行かせてってお願いしてるんだけど、ずっと拒否られてるんですよね。何なんだろうよって、子供が来たらやりづらいっていう理由らしいんですけど、たびたび講習とかも行ってるらしいんだけど、すごい魔術っぽいことしてるんですよ。でノートとかも見せてもらったら、四大元素ではないんですけど、五大元素のことについてすごいなんか勉強してるようなことが書いてあって、はぁみたいな、俺めっちゃ行きたいやつじゃんこれと思って本当に。こちらのね、魔法のパワーアイテム辞典っていうのがあるんだが、これねすごく楽しいですね、読んでて。なんかずっと紙の部分でなんか文字とかいろいろ書いてて、まあそのパワーストーン、それぞれのパワーストーンの効果とかいろいろ書いてるんですけど、最後の方の数ページぐらいがカラー写真付きね、なんとこのサイズのこの文しか載ってなさそうな感じの本でカラーページがあるんだぞ、買いだろ。これねもうどちらかというとね、全ページカラーがいいぐらい本当文章読めなくて、絵本が大好きなんですよね。だからだいぶ前にも話したんですけど、学校の先生が前に立ってこう一つ一つの文章を読んでくれて、なんか解説してくれるじゃんか、一個一個に。だから国語の授業で物語系の時はめっちゃ好きだったんで、そういう風に小説もなんか誰かがこう分かりやすく噛み砕いた言い方にして解説してくれたら、やっとこう世界観に入り込めるんですけど、なんかこれはね問題とかもあるんですよ。紙にね答え書き写して回答チェックみたいな、回答チェックみたいな、答え合わせその言葉出てこないってやばいな、ちょっと答え合わせして、まあ楽しいっていうね、そういう本になってるんで、ぜひよかったら買ってみてください。違法建築がねワクワクするよね、あれ見てるだけで。どうですか、廃墟とか好きな方いませんか、心躍りませんか。なんか勝手に盛り上がって申し訳ないんだが、最後にあそこのドアの入り口のとこに貼ってあった魔法陣あるじゃないですか。あの魔法陣ゲーティアの魔法陣なんですけど、あのゲーティアについては勉強中でわからないことが多いんであんまり語れないんですけど、ソロモン王の鍵っていう本があるんですけど、その本を買った時に付録でついてきた魔法陣なんですよ。あれあんなとこに貼るもんじゃないと思うんですけど、すごい雰囲気があったんでちょっと貼
らせてもらいました。しばかりそうなんですけど、そろそろ時間のようだな。今日はこの辺でおいとまするとしよう。 See you again.